ゴリス・エドワルト・メルソンは、ドイツ出身のピアノ奏者、指揮者、作曲家。ジャズなどの演奏をするときには、エディマースを名乗った。1921年、ベルリン生まれ。5歳からピアノとバイオリンを始め、10歳で、公の場でリサイタルを開くまでになった。ジュネーブで、イシュドールカー、ローザンヌで、アンリ・スティーリン・バロンの各詩について、ピアノを学ぶ。また、 チューリヒで、ヘルマン・シェルヘン、ルゼルンで、ヘルベルト・フォン・カラヤンの各紙に指揮法を指示し、1946年から、バーゼル放送のスタジオオーケストラで、指揮活動を始めた。1951年から、チューリヒ・シャウシュピールハウスの音楽部門の責任者となり、1955年まで、その任を務めた。1953年からテレビでの音楽の仕事にも、 従事するようになり、1958年からレコード会社向けの作編曲の仕事もこなすようになった。1970年から1989年まで、チューリヒ音楽院やチューリヒカントンシューレなどで、ピアノや即興演奏などの講義を受け持った。2013年、タルビルにて没。シュバイツァー・コンパニスト・ンウンズラ・ツァイト・トラント・アマデウス。 p270 ISBN 9長7839億504万9 053億力3586万5306アーカイブ2020年9月13日ウェイバックマシン FN ジャズバイオグラフィー2020年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年9月14日閲覧メトロローランインメモリアムボリスマーシン シュバイツァー・ムジーク・生誕、オリジナルの2014年6月1日時点における、アーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ HMJNP2014 年6月1日閲覧。ボリス・メルソン・ディスコングス、ハットアーカイブ2001年12月26日、ウェイバックマシンアーカイブ2020年9月13日、ウェイバックマシン、エイン・レーベン・フィアダイ・ムジーク。 2020年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月13日閲覧。第12回レトロな音源コンサートエディマースの世界。2020年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月14日閲覧。FN ジャズバイオグラフィー。2020年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年9月13日閲覧。ありがとうございます。